さあ行ってみよう。よいしょ。はい、皆さんこんにちは。ピュアベーパージャパンの松翔と。ちょっと待って。テイク2行きまーす。はい、皆さんこんにちは。ピュアベーパージャパンの松翔と、皆さんはじめまして、 PVJ のねくらこと山口でございます。はい、ということでね、本日はちょっと山口さんがアトマイザーのレビューをするということで、はい、こう2人で話してたんですよね。はい、そしたらグリ君がちょっと遠くから、じゃあその様子をもう撮ればいいじゃんみたいな。俺もちょっと気になってて、まだ使ったことないアトマイザーなんで、まあ吸わしてはもらったんですけど、ちょっと話してもらおうと思ってね、やっていきたいと思うんで、まあ初めてのね2人ですよ、これは。ピュアベーパー市場としても。そうなんですか。そうですよ、2人。今までない。えそう、まっちゃん、ぐっちゃんペアとしてライブとか出てたじゃないですか。ああ。山口さん自体もだから動画自体初めてじゃないですか。そうですね。そうですよね。そうですね、動画初めてだ。うん。ということで、まあ今日はね、何ですか。ちょっと不慣れなもので、こういうところが、こういうところが、こういうところが、緊張してるからね。よろしくお願いします。でもライブとかやってますよね。ライブは、人来ないと。やめよ、やめよ、この話は。ということで、はい、今日は、何をレビューしてもらう、してくれるんですか。はい、もらうっていうか、こちらですね。はい。じゃじゃーん。はい、じゃじゃーん。はいはい、じゃんと。見えますでしょうか。見えるよ、多分。まあ、見えなくてもいいんじゃない。ハサベイプス、ハッサーさんの、ヌーボー RDA です。これまだお店でも売ってないですからね。そうですね。これをね、山口さんから連絡が来て、全部買いましたよと。全部のオプションを。もう行かれてるんですよ、うちの店員みんな。全部買ったって言うんですよ。で全部多分持ってる人って、多分そんないない、多分日本に。下手したらこれ、レビュー動画も、そうっすね、日本初。日本初可能性ありますよね、多分。なんでね、結構、まあ、2人でやるし、俺も吸って美味しかったなぐらいしか思ってないんで、めっちゃ気になってんですよ、でも。だからちょっといろいろね、その何があるとか、説明をちょっと受けようと思ってね。そうです。はい、2人の意見をね、ちょっと入れながらやっていきたいと思いますんで、初めてですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、どうぞ。はい。はい、じゃあ、ということで、はい、行ってみたいと思います。ということで、はい。なんかちょっともうすでに緊張が見えてるんで、ちょっと心配なんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。まあ、ベープのね、ことはね、誰よりもまあ詳しいからね。まあ、リキッドも作ってますからね、調香師ですからね。まあまあまあ。はい、大企業の調香師だった男ですから。大企業、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょうか。はい。じゃあこれが、ハサデイプス、ハサ、ヌーボ RDA、ヌーボって書いてますね。箱です。まあ、なんか前回から、なんか出るの早かったっすね。なんかレガシー V2 からね。そうですね、一瞬で早かった、ね、うん、じゃあ開けていきますか。開けていきます。開けると何入ってんの。まあ、なんかすごいじゃん。ここになんかカメラ上なんでね。こう行かないとね、こう行かないと見えないから。すいません、すいません、すいません。これこれなんていうんですか、このカード。ハスターカード。完全にボケに行ったでしょ。ハスターカード。ハスターだしね。すいません、めっちゃ映ってないのが分からないですね。ハサーカード映ってる。ハサーカード。ハサーカード。書いてあるの？書いてある。ハサーベイプスです。これは上限40万円。40万円。これで、ジョベットを買えという感じのカードでございます。そして、ここにシリアルが書いてます。で、入ってるのが、これがドリッチ。こっちか。あ、これなんだ、ピーク。ピーク材ですね。ステンレスか。ほうほうほう。中にステンレスが入ってる。俺好きですよ、こういうの。圧入。中にステンレス入ってる、これ。圧入かね、なんだろうね。なんかかっこいいね、これ。はいはいはい。と。と、ビューティーリング。はい。スランと。はいはいはい。で。本体と。本体。ドリチついてない状態で本体入れてくるの珍しくない？確かに。本体、これか。ね、こうか。はいはいはい。本体ね。これドリチついてないのよく分かんなくない？これドリチは、これか。こういうこと？
そういうことです、はい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 、そういうことです。あとスペア BFP ですね、はいはいはい、2人でやるとわちゃわちゃするね、うん、はいはいはい以上以上です。こんな箱でかいのにちょっと待って待って、ほんと？ほんとスペアパーツは、あ、スペアパーツ入ってるか、スペアパーツこれ BFP もついてる、BFP もついてる、あ、ついてるか、はいはいはい、はい、最初から BFP がついてました。あ、そうなんだ。じゃあそこちょっと注意ですね。やっちゃうもんね、ついつい盛り上がって買ったばっかの時に上使おうとか言ってで組むだけ組んでさBFP についてるみたいな、あれムカつきますよね。ほんと何も入ってないのこれ、これで終わり、これで終わりっす。そうで、これでまあ6万円え、ほんと嘘でしょあ、オプションか、オプションあるのかはいはいはい、そうです。そう、これオプションが多いんですよね、かなり。俺もさっきねちょっとチラッとだけ見せてもらったんですけど、オプションがめちゃめちゃ多いのがなんか特徴みたいで、ちょっとじゃあそれも紹介してもらおうか。俺使ってないからね。そう、よくわかんないから。オプションを全部買っちゃいましたね、はいはい、イカれてるよ。まあそういうもんだよね、でもベープってそう、俺もそうだもん。酔った勢いでやっちゃいました。待って、でもこれビューティーリング一応こうつけた映像とか見せた方がいいか。はいはいはい、隠しとこう、うん、見えたけどね、絶対ずっと見えてたし。あ、かっこいいじゃん。へえ、こういう感じね。かっこいいっすよね。かっこいいかっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。ピークってあんま好きじゃないんだけどね、これだったらかっこいいね。なんだこれ、へぇ、まあ、ちょっと元に、まあ、元に乗せてよ俺が見たいんだから、ちょっと俺が見たいのよ僕はもうオプション魂になる。見てこれ、ほらこれ知ってる、これ俺も使ってるやつっぽいでしょ。スコンカーなのこれ、これレアらしいよすごいの持ってるよな。しかもこれ2台持ってるんでしょ、山口さん。はい、おかしいよ。あ、俺来週誕生日なんではい、こんな感じね。むちゃくちゃかっこいいじゃん。なんか俺がレビューしてるみたいになるめっちゃかっこいいじゃん。かっこいいっすよね、うん、すげえかっこいいと思う。あの、これカチャカチャする気になるんだよな、これ。あれか、まあ、BFP に挑戦か、はいはいはい、めれば。じゃあまあちょっとね、こんなことしてるとね、尺がね、どんどんね、すごいことになる、すごいことになるんで中身のね、うん、中身やってみましょうよ。そっちが気になるかと、はいはいはい、はい、どっから行く、うん、そもそもどっから、うん、部品ってこれな、どこがついてるの、何個ぐらいついてるのこれ。何個ついてるんだ部品、あの中に1個インサートがあります、うん、じゃとりあえずじゃ あ、オートマイザーのデッキとか見せてあげた方がいいんじゃない、うん、そうっすね。あ、とかリングいらない、リングいらないリングいらない、ファッションだからね、それ完全に。このね、リングがない姿はもう結構好きなんですよ、うん、これあの視聴者に伝わらないからこれ。あ、すいません。伝わないと。こうか。うん、ね、やばいって。こいや大丈夫、こうで大丈夫、普通にこうで大丈夫。はい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 。もう回しまくっちゃってもう。車のゲームやると絶対体動くタイプですよね。動きます。はい。で、じゃあ気になる中身をちょっと開けていきたいと思います。はいはいはい、行き過ぎる。はい。はい。あ、もう分かんないよね、これだけじゃ何かちょっと面白くない、なんかこの、なんかこことここが空気、これ。そうです、そことそこがエアフローになってて、でまあこれ見ればサイドエアフローの、まあ、なんか三角になってるだけって感じなんですけど、ちょっと特徴的なのが、ちょっと失礼だな、三角になってるだけまあいいか、まあまあそう、レビューだもんね、何言ったって言われるから。俺もたまにむちゃくちゃなこと言うしねこのドリッチを外すと、ほう、はい、外すとこのなんか ピーク材でできた、ほう、あれだ、なんだっけ、あれみたいな感じだ、コンバージェントとかあっち系だ。ああ、そう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 、中にこ こうピッてこう入るタイプね。最近多い、うん、確かにまあ多いっちゃ多い、じゃ多いんですけど、うん、これがこれがこれにドッキングするわけで、俺こっち持ってこわこういう感じだ、こんな感じ。いや2人でやる意味ないでしょ、まあ、確かにはいはい、まあ、そういうことね。これがこうドッキングして、ドッキングして、これがまあここにこうドッキングして、ま、空気の穴がこうある、このなんか三角の爪みたいなところにはまってこうなるってことだ。あ、じゃあこれ2の2で入ってくみたいな、これは空気が。そうです、ね、ほう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 、へえ、面白いね。これは純正でついてくるやつでしょ。そうです。なんかこれもオプションいっぱいあるって言ってましたよね。オプションが DL、RDL、 RDL って何？ RDL、 リストリクテッド DL、 ちょっと重い DL ってこと。そうです。
ほうほうほう。で、あと MTL があります。 MTL も面白いですよ。これノーマル、DL、DL、RDL、RDL、MTL、DL、 3オプション、じゃあ中身は。中身は3オプションですね。ほうほうほう。ちょっとじゃあこれはノーマルで、はいはいはい。で、どっから見せる？何が一番面白いんだっけ？MTL 個人的に、それ、あ、個人的に、うん、ちょ、俺先見ていい、これちょっと、もうこれ動画の前ちょっと一回先見て、ちょっと見たいから見して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 、はいはいはい。これおもろくない？これ、そうです、うん、これは MTL。 あ、これはやっぱりこれだやっぱり、じゃあ、はい、じゃあ見しちゃおう、はい。これが左から、あ、どれが DL？ これが DL か。そうですね、はいはいはい、DL、 DL、 RDL、 RDL、 MTL、これで一個一個見せていこうか。じゃあ DL、はいはい、これが DL ね、これが DL、 これがこうだ、もうこのままだ。似てない、これとこれ同じ、これ何か違う。そう、それがね、不思議なところ、ね、ああ、なんか違う、上に蓋がついてる。そうな、おお、そういうことね。あの、結局多分空気の量的にはそこまで変わりはないんだ。まあそうだよね、空気の量絶対に調子、あ、でもこれ蓋ついてるから逆にこっちの方が、こっちの方が重心の方が DL じゃない？ということは前回が純正ですよね。そうだよね。でこれちょっと、これだから、これを DL っていうのかそので次 RDL なわけでしょ。そう、で DL、 これ DL、 RDL で、これ、え、これが RDL でしょ本当は。そうです。でもまあ、ある意味 RDL と DL の中間みたいな感じだよね、これ多分。まあ俺知ってないから分かんないんだけど。でもそこまでの差があるか分かんないんで、後でちょっとね、吸ってみて、はいはいはい。あ、これ付け替えれるのか。あ、そうです、そうです、1回ブレードして付け替えれるわけだ。そうです、そうです、いいじゃんで、これね、で、これだ。そう、これが本当の RDL。 RDL です。あの、これ爪が、爪と爪がこう合致するわけだ、こう。そうです、こう、こった、爪と爪が合致して、はいはいはい、爪がある部分は空気が通らないって。あ、じゃあ縦に大きいってこと、これ、エアフローがさっきのに比べて。そうです、そうです。ほうほうほう。これさ、こうやって動画とかで俺たちこれ出してるけどさ、動画出してなかったらこれとりあえず片っ端から買うしかないよね。そう実際実際そう、実際そうだよね。そうだから、ベープのそういうとこ嫌いだからこうやって動画とか作ろうとかいつも思うんだけど、なんかあの、よくわかんないじゃん、オプションとかも。お店の人がわかんないんだから、もうお客さんとか本当にわかんないと思うよ。そうですね。で、これが、これ MTL。 それが MTL です。わけわかんないからね、これ真ん中に壁作ってんだ。壁にもちょっとテーパーかかってて、なんか面白いね。その完全シャットアウトですね、そこの爪は。あの、合致します。これがこうなって、あ、これ分かりにくいよ、これマジで超分かりにくいんですけど、すんごい細かい穴が4つ開いてる状態になるんですよ、ね、中身が。面白いね、分かりにくいね。まあいっか。まあじゃあこれが中身で、こうなんだっけ、これなんていうんだっけ、なんていうんだこれ、MTL。 じゃなくてインサート、インサートパーツ、インサートパーツ、はいはいはい。これでも、あの、うちのお店はこれ、あの、セットで多分売るんじゃない。 あそうですね、うん、結局みんな3つ買うもんね。だったらセット安い方がいいよね絶対そりゃそう思う。結局こういうのはもう全部買うんだから。うん、でもまあこれは、まあ、入荷料そんな多くないからね、うん、確かこれそんな多くないはず。パパッとオプションは手に入れ、実際アトマイザー買って、こういうオプションってアトマイザーって10個買うとするじゃないですか、はい、10個はないとして、じゃあ5個買うとして、フルオプションで買うアトマイザーって何個ですか。こういうアトマイザー、まあこうなんかオプションがこういろいろ出てたら、レデューサーとか5個あったら、俺は5。僕も5です。そうだよね。ってことは結局セットがいいよね。セットがいいっすよ。全体で1個だけ買うってなかなかないもんね。まあ MTL だけ。だけまあまああるかもしれないけど。あるかもしれない。でもなんかこれをやっぱり生かすには、まあ、全部欲しいもんね。全部欲しいし、ちょっと気になる形してるから。そうね。なんか全部気になるもんね。これだって結局これとこれはそんな変わんないでしょ、エアフローみたいになっても。ここも気になるし、結局中が。でなんかこれまたちょっと構造違うし。じゃあもう全部買うよってなるよ、そりゃ。ちょっと分かったかも、全部買うって言ってた気持ちが。で、これが、まあ、あの、味の変わる部品でしょ、味の変わる。はい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 。で、あと何があるの、これ。あ、まあ、あと、ドリップチップが3色。ほうほうほう。ちょっと見せていくか。純正がピークにステンレスをこう、入れたやつ。で、もう初見だからさ、俺もよく分かんないね、これ。で、これ。これ、デルリンか、これ。黒。黒の樹脂か、これ。デルリンこれ。はいはいはい。
デルリンですね。こっちもデルリン？なんか、なんだこれ？テフロン。ね、なんかテフロンっぽいね、ちょっと。色味が。はいはい。これは白い樹脂。そうですね。で、これが？で、SS。SS。なんか俺、こういうの好きなんだよね。この SS に SS 圧入してるみたいなさ。わかる？あの、フィッシュアイでもクリアにクリアとか圧入したりしてたじゃない。好きなんだよね。で、これだけ？これ51まで使えないの？これ。あります。あるのね。もちろん。なんか俺やらせみたいじゃん。でこれが5、これ510？どういうこと？これ510です。あ、これがハマってるわけだ。そうです。ピーク材のドリップチップがハマってます。5、俺いつも思うんだけど、こういうアトマイザーってなんか510がなんかこうないやつあるじゃない、はい、あのキリックとかでもあったし、ムカつくよね。これはまあだからあった方がいいよね、絶対。そうですね。山口さんなんかペタッコかなんかつけてなかった？そうです。ちなみにペタッコがあのぴったりでした。ぴったりだ。ここにぴったりで薄っぺらいのもかっこいいよ的な。そうです。かわいく、はいはい、かわいく。なんでそれ用意してないんですか、それ。え、あるんですか？家に忘れてきました。あ、はい、そういうことでね。いつも通りですよ、これ。ピュアベーパーそういうもんだから、大体。で、これが、はいはい、これだけで結構オプションあるよ。言うても、言うてもすでにあるよ。まだあるの？まだあります。はいはい。あと何？あとこれですよ。どれ？ちょっとカメラに、カメラに。じゃじゃん。あら、行き過ぎ。はいはい。なんで逆に持ってんの？はいはい、どうしてもなんか次元が逆になってしまう。はいはい、これサテンキットですね。これかっこよくない？これかっこいいんですよ。はい、しかも、ちょっと見せて。何がいいかというと、元から SS がついてるわけじゃないですか。はい、で、パーツ数3つに分割できるんで。あ、これ、あ、そういうことね。そうそうそう。え、取れるのこれ？取れます、取れます。はいはい、で、これが取れて、買った。はい、で、で、あ、はい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 。これかっこよくね、このサテン。こういうこと。そういうことね。あ、そういうことだ。ちょっと、ちょっと動画につけようと。これね。はいはい。こういうことだ。入んないんだけど。硬いよ、ここ結構。逆じゃないですか。逆じゃないでしょ。あれじゃないか。え、わかんない、逆か。こういうことしてたから。こういうことでしょ。こうだ。はい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 。はい、このサテンが、ハサーのサテンかっこいいよね。かっこいいですね。俺これサテン好きなんだよね。そうです。なんかあの粗いサテンはあんまり好きないけど、こういうの好きだね。うん、で、これで以上。以上です。で、これ全部で7万とか6万とかしたわけだ。まあ買うわ、これは。わかる。だってこれさ、こうなってるじゃん。黒とかにしてもいいもん、実際。ああ。で、ステンはついてないわけでしょ、純正で。そうですね。そもそもついてないですね。ってなるとステン買うざるを得ないじゃん。はい。で、ステン買ったらさ、結局黒と白も欲しいみたいになって、そういうやつですね。うん、もうなんか高いね、ベープって。うん、そうっすね、もう。はいはいはい。こんなもんでオプションはあるということで、じゃあこれでオプションは全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 個ぐらいあるわけだ。またすごい頭に出ちゃったね、これ。ってことで、じゃあビルドしていく？ビルドしましょうか。ビルドしていきましょう。はい。はい。はい、じゃあビルドしていきますか。何ゲージでやるんですか？24で。これカンタル？カンタル24で。はいはいはい。で、これ切ったやつね。はいはいはい。じゃあビルドしていきますか。していきましょう。やらせようとしてるんですよ。何ビット何ミリ？3の5、5？いや、6巻き。6巻き、はいはいはい。わかりました。長いね、これ。じゃあ行きますか。これ見せる必要ある？これ、脈巻くの。なかなかレアじゃないですか、逆に。これ足って普通でいいの？普通でいいです。はいはい。6巻きってこれでいい？はいはい。で、なんかさ、こう確かにこう俺いつも巻いてる映像見せないかもね。スーって巻けてるからなんかプロっぽくない？プロ、こんな感じでいい？かっけー、すごい、さすが先輩。ということで、じゃあこれね、これじゃあ、山口入れていく？はい、はい、なんで俺に任した？じゃあ行ってみましょう。ちょっと見たかったのは、ちょっと、あの、松島さん、僕がビルドお願いしますって言ったの、あの、全部断ってきてビルドできる人にはしたくないもん、だって勉強よ。
そりゃそうですが、ね、人のビルドってのもなかなかあれじゃないですか。ビルドしてはやだよ。ビルド見してはいいけど。ひどい。はいはいはい。止めちゃってからでいいよね、実際ね。あの映像に見せるのこんな感じで止めますみたいな。はい。難しくない？俺持ってたよ、こうやって。ここで止めますよ。無理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 。絶対無理だ。これ。ズームする、ズームする、ズームする。あ、そうっすね。はい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 。はい、ウィーンって、はい、ウィーンって。はい、はいはいはい。これ見えんじゃない？はい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 。おはい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 。ほんもうレビュー動画って呼べるもん、これ。公開動画ね。公開動画、もうわちゃわちゃしすぎよ。わちゃわちゃしすぎ。はいはいはい。はい、いや、見えねえから。コントやってんじゃないんだから。絶対狙ってるでしょ、さっきから面白いことばっかして取りに行くハスターカードとかさハスターじゃねえし、しかもハスターはハスターであるし何が間違ってるの、はいはいはい、間違いが多い。あ、これビスなんだ。ビスですね、十字です、プラスです。はいはいはい、これちゃんと噛んでるか、噛んでなかったねちゃんとしてよ、これお店の動画なんだからラブすぎないとか言われるよ、コメントでそれまあいいよね、でもまあそれでいいよね、うん、まあ2人だから2人ってそういうもんじゃん。何何ミスったのさてはねえねえ大丈夫、これ動画とかになってると焦れば焦るほどこれ深みにはまるから焦る焦る焦る抜けちゃってるじゃん。はい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 、ちょっと一回止めよちょっと一回止めよ、カメラ止めよ大御所大御所みたいな大御所始まったちょっとね雰囲気よくないからねもう大御所でした。ちょっと落ち着いて、みんな。自分が一番落ち着いてない、なんか変な役者をやりましたが、よし、無事1個。無事1個、ね。無事1個じゃねえんだ。1個だ。やばいって。初心者だよ。ピュアレーパージャパンの店やばいぞってなるってちょっと。やばいかも。はいはいはい。こんな感じですね。はいはい。クランプ止めやすいね。俺好きですよ、こういうクランプ。止めやすいですね。うん、で、僕は気持ちちょっと気持ちじゃないな、全然かなり上げ目で使ってました。あ、結構上げますね。ちょっと見せてあげよう、この段階で。こんな上げるの。はいはいはい。ピントが合わない、ピントが合わない。ここに合うここに合い、どういった運動。ほいほら、あ、ズームしてるからあれか。限界限界、まあいっか結構上がってますよと。俺の手に合うよね。そうですね。ズーム戻すからじゃん。はい。ウィーンって、ウィーンって、ウィーンってね。はい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 。こんな感じね。高いね、結構。頭間だから見て。はいはいはい。ちょっと高すぎたかな。まあいいか、はいはい。続きましょう。まあ、ちょっと。だから、カメラから出てんだ。やりたい放題だよ、さっきから。あのライブしてますよね、一応。ライバーさんですよね。ひどい。ひどいライバーさん。これで、はいはい、ちょっと行き過ぎたと。難しいな、うん、まあ、動画撮りながら難しいっすよね。難しいっすね、うん、本当。俺いつもだってなんかもうあのなんかもうワイヤーとか巻いちゃうもん最初に。ああなるほど。俺がこうやってくるくるさ、こうやってくる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 さ、こういう人で巻くの見て何が面白いのってさ、うん、思ってんだけど、それ結構お客さんに言ったらそこが見たいんだよみたいに言われて。あ、そうなんですね。意外と重要だなと思ったんで今日は公開してみましたこれは切れない。まああのワイヤーは根元から切りましょう。はい、はい、でこれこうか、焼き入れできるやつ。できるやつです。じゃあマイクロだ。マイクロがおすすめですか。でもこれマイクロしか入んねえか。マイクロがおすすめですね。山口さんがこうビルドするの真剣に見るの初めてかも。ボルト高いなこれ。電池はこれメカニカル的な。これ半分これ メカです。ああそうなんだ。なんかメカでビルドするの良くないとかいろいろ言う人いるじゃないですか、はい、実際テクでビルドした方がうまいですよね。ああそれわかる。そうだよね、わかりますわかります。慣れてれば別だけどさ。はい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 、いいねいいねいいね。こんな感じ、こんな感じね。あ、また後ろにまた俺の手に当たってた。あ、一緒、来た来た来た。こんな感じ。結構高いね。それぐらいやっちゃってました。ただあんまり上げすぎるとそのピーク剤が溶けちゃうんで。ほうほうほう。これこうよ、ちょっと試しにこう止めていい。
はい、こういう感じになるわけね。ほんでこういう感じになるわけだ。そうです。ああね、あこれ高くても低くても両方味出そうだね。でもこれ万能そう。そうな、結局まあ流行りのあれですよね。あれはありますよね。どれ流行り形的な、アトマイザー内の空間をすごく狭くしてるっていう、はいはい、それっぽいこと言ったな。うまい俺はそういうの出てこないですよね。いつもこう中がこう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 、いやその前にあれあれあれ連発しますから知的はい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 、はい、でコットン通してで、ハサミはどこだ、ハサミはどこだって目の前にあるから。えこれここにね、映像のここにも映ってるんだけど、あここにあるんですよ。映ってなかった全然これじゃあもう戻しちゃう。まだビルドだから戻さなくていいか。はいはいはい、すごい。なんすかこのハサミ。これね、資生堂のハサミで、これめちゃくちゃおすすめなんですよね。資生堂さんの案件めちゃくちゃいいんですよこれ。資生堂さん電子タバコ事業に乗り出しました。でもクレドポーとかね使ってる人結構いたしね昔。最近いいのかねクレドポー使ってる人。はい、あ使ってんだ僕使ってます。え、もうこれぶった切りだ。この面ぐらいでいいんですか。面ぐらいで大丈夫です。はい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 という感じですね。もう簡単だね。簡単です。山口さんが動画でなんかこうわちゃわちゃしてるから簡単じゃなく見えるけどね、すげえ簡単でこれで完成。完成ですね。はいはいはい、ということでじゃあ、吸ってく？吸っていきましょう。いよいよなんかないの？なんかあるとかない？ここからなんかないか？え、あ、説明的な？ないよね別にね。簡単だし、あなんかあれ言えばよかったね。なんかさっき俺も見たんだけど、なんか BF がちゃんとこう横にこうピュッてこう出るから、そうです、均等に行くよみたいなのはあったけど、他にない？他に俺も思いつかないな。なんだろう。あれです、公式の言ってることによると、空気の、はい、プレッシャーのコントロールを重視したとのことです。このね、まあ、まあ見た感じそうだよね。空気の勢いっていうか、なんかこう、そうですね、流れをこうなんか無理やりこう、うん、やってそうだよね。狭めて速度が多分速くなって。じゃあちょっと吸っていきますか、はい、リデューサーをあれしながら。リデューサーをあれしながら、うん、あれして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 、はいはいはい、これが純正ですね。じゃあ純正から行ってみますか。はい。ってことで、戻ります。戻ります。じゃあ、はい。はい。じゃあ、わちゃわちゃしたなんか説明でしたけど、じゃあちょっと吸っていきますか。吸っていきましょう。ちょっとリキッド何するの？リキッド。これをどれ？シェイキーね。シェイキーです。シェイキー。これが一番味が。味が分かりやすいかなって。はいはいはい。じゃあ行ってみますか。行ってみましょう。垂らしてから始めろっていう話よね。垂らすとこってレビューアーの人とかってこう映してるのかな。ああ、もう海外の人映してますよ。日本は？あんま見ないんだよね、YouTube とかあんまり。見た方がいいよね、ちゃんとね。勉強した方がいいね。日本の人も結構垂らしてます。あ、そうなんだ。じゃあ垂らした方がいいね。もう垂れそうだよ、垂れそうだよ。やばい。大丈夫だね。おお、吸ってく。おお、いい。ギリギリだわ。来ました。うん、あ、やっぱりリンゴのいい匂い。ね、いい匂いするね。はい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 。はい。じゃあ行ってみますか。で、ここ合わせる部分がカチッと合うようになってるんで。で、もううまそうだな。もううめ。もううめ。片側とかにはできないの？空気あできないのね。すぐ見ねえか。一応できますけど。できんの？え、どういうこと？ずれちゃう。ほんと？一応できんの？一応できますよ。ここをこう半分にすれば。おーね、ちょっとこれ見せてあげよう。やっぱできんだ、回るんだ上だけとか。俺が今言ってたのがこの穴がこう2個からこういってるじゃない。でこっち側をこう回して潰せるっていうね。それもってことはじゃあ1個のレデューサーも結構いろいろできるわけだ。そうです。はいはいはい、面白いね。結構ありがとうございます。じゃあちょっと吸ってみるか。どうする？どっち？純正でいこうか。純正がピークか。これでいい？ピークですね。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。テクニカル俺のモッド使う。そうっすね、テクニカル。段取り悪いだこの動画。まあいつ
2人をお届けの感じですよ。カメラとかもう全然見てないしね。見てない。カメラとマイクあそこだからちゃんとこう喋ってるのあそこで撮んなきゃいけないのに。はい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 。抵抗値が、0.5 オーム見せない。で、ワット数どんぐらいがいいですか。0.5。とりあえず全開なんで20ぐらい。20ぐらい。低くね。低いかな。30でいいか。30ぐらいでいいんじゃない。行ってみよう。じゃあ30ワットの0.5。じゃあ見せるかな、これ。はい、これでね、はい、いきますよ。俺から吸っていい？いいっすよ。ちょっと待って。え？めっちゃうまいかも。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってって、吸う前に言うの。今なんか、加えてボタンを押した瞬間に、うまいドリッパーってありません？それ。あ、わかります。言いたいこと。はい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 。これすごいわ。ちょっと始まってる。これすごいっすよ。すごい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 。すごいんですよ。これかなり始まってるわ。うまいね。めちゃくちゃうまいわ。ビルドこれが一番正解かも。まだ何も知らねえのにも。はいはいはい。ちょこれ半分にしてみていい？そのまんま。あの例の。あ、いいっす。ここずらして。ここをこうずらして、よいしょ。ここを。こうずらして半分にできるみたいなんですね、こうやって。なんか中のちょっとあのピーク見えてかっこ悪いけどね、これやると。これちょっと半分になるとでしょ。そうですね。これもうまいわ。言うてうまい、言うてうまい、言うてうまい。じゃあ次いきますか。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、戻して。いや、僕もシェイキーするの初めてなんで。はいはいはい。なんでシェイキーにしたの。いや、あ、違う違う違う、このリキッドは吸ったことあります、はいはいはい、このアトマイザーでシェイキーをするのも初めて、はいはいはい、あ、そういうことね、まあ、にしたってよ。だいたいなんかいつもこれ吸ってますとかじゃん。いつもこれ吸ってますってのがないですね。確かにな、いつもリキッドばっか作ってるしな。まあそれ仕事だから。はいはいはい。じゃあ前回で、はい、かなりうまくないですか。めちゃめちゃうまい。正直想像を超えて、俺はかなり。山口さんが吸ってるやつちょっと貸してとか言って吸ってるけど、なんか今までで一番うまいかもな。やっぱビルドしたてっていうのもあるんだろうな、うん、いいね。これあのやっぱさっき説明した通り、その空気の勢いがあるんですよ、うん、ドローがいいよね、すごいね。ドロー感がめちゃくちゃいいし、なんか美味しいアトマイザーとかでもやっぱいいとこ悪いとこってあるじゃない、はい、大体。でもなんか悪いとこもいいとこもなんかこういいとこはめちゃめちゃ表現しにくいっていうのが、なんて言うんだろう、全体的にいい。全体的にいい。わ、うん、かる。なんか言いたいことわかります。なんか全体的に良くないですか。全体的に泥感もいいし、味もいいし、そのミストの密度とかもいいし、はい、純正でこれっちゅうことはさ、だからあの MTL のやつとかつけたりしてもっとビルド合わせたらもっと上手くなるっていうのもあるんですね、リキッドビルド。そうそうそう。これちなみにどれに合わせたんですか、ビルドは。どの、あの中身のやつに合わせたんですか。RDL ですかね。じゃあまだ上手くなるの。嘘でしょ。RDL 美味しいです。え、これよりじゃ上手くなるってこと。それ、いや、でもこれも美味しかった。これも美味しいよね。これ美味しい。じゃあ行ってみますか。じゃあ次、なんだっけ、 DL から行く。 DL、 うん、DL から行こう。ちょっと違いが普通に開けていいのこれ、はい、はいはいはい。で、でここ入ってます。でドリップチ取ります。でこれ押します。あーね、あー、唯一悪いとこあったわ。ここが面倒、面倒てか、こんな買えないしね、一回つけちゃったらね。まあまあ、うん、そんな買えないしね。はい、手が濡れましたと。でこれをまたここにこうはめて、これ DL ね、これ DL 上塞がってるやつ。次この DL いきますから、これをはめて、でこれがパチンってはまるとこあるからね。パチンっていうか、まあ、はまるとこか。はい。で、これはめて、これはめて、はい、パチンとで、で、ドリップチップ派で。ではちょっとこれで、じゃあ、また俺から吸っていい？生きて垂らそう。へぇー。これ上がなんか塞がってるじゃない。はい。これこうやっていってもいいタイプだよね、しかも。そうそう、楽だね。やっぱ端っこに ついちゃったよ。絶対最初。はい、はい。じゃあ、次、DL いきます。DL
行きますか、見しても別に分かんないんだよ、中身は。なぜわざわざ DL っていうオプションをつけたの？え？これ上ついてるだけだよね。上ついてるだけ。ほう、そういうことね。おもろい、おもろい、めちゃくちゃおもろいわ。え、どういうこと？味はなんて言うんだろう、ちょっとね、やっぱ上に蓋がある分こう、こう上がるんじゃなくてこう上がりやすいわけじゃない、言ったら。はいはいはい。だからあのバチバチもちょっと防げると思うのよ、多分。バチバチっていうのもまあ最初からなかったけど、これ自体はなんかそれも防げそうな感じのこの煙の上がり方だし、あの密度は濃いから温度もちょっと上がるけど味もちょっと濃くなってる。マジか。うん、なんかどっちがいいって言われたらむずい、むずい、めちゃくちゃむずい。どうすか。いや、でも僕は純正の方が好き。好きです、ね。俺はどちらかといえば純正の方が好きかなぐらい。難しくないだろ。もう一回吸わなきゃ分かんないと思う。むずい、これ。あの、ラブネス吸うんだったらこっちだから。まあ確かに、そんな気がします。そういう感じ。これでもなんか、どっちでもいいよね。で、別に。なんか、でもこれ今部屋の中で吸ってるからこれだけど、冬の外で吸うんだったらこっちの方がうまいかもしれない。あ、確かに、冷えるから。あの、やっぱこの中の温度で変わるじゃないですか。はいはい、じゃあ次いくか。あ、待って、これの半分もいこう。これの半分もいこう。これ右側と左側で味違うとか、熱そうだね、なんかこれ半分にしたら。これ半分の方がうまいかも。マジっすか。すごいいい感じに泥上がるよ。やばっ。ねえ、違うよね。え、ていうかこの泥の上がり方すごくないですか。ね、すごくない、すごくない、本当に。なんか、なんだろうね、なんかロスなさ、ロスなさげ。そうそうそう、これちょっと思ったんですけど、MRT に近い。まあ確かに、まあ、近い近い近い。でも MRT より俺こっちが好きかも。そうですか。うん、MRT も結構やったけど、この方が好きかも。なんか、あのシェイキーを今まで吸ってきたっていう経験からすると、シェイキーの全部出てくる感じですか。しかも煙の量がね、多すぎず少なすぎずの感じ。24ゲージ、24ゲージ、いいね。次いってみよう。はい、これ RDL が一番その一応向けてるんでしょ、 RDL に。そうですね。これなんか温度とかっていうよりかドロー缶のアトバイザーだね、これも。またこれ RDL、 これか。はい、これあのなんか真ん中で分かれてるやつ、 RDL ね。これ上開いてんだ。 DL はあれなんだけど、これ上開いてんだ。このなんこの上のこの部分上開いてる、開いてるね。これうまそうだな。これいこうか。ちょこっと挟み込んでた、気になるよねこういうの。じゃあ次 RDL。RDL はあの天井が狭くなってる、うん、そうなの。そうです、このピーク材の天井が、うん、あエアフローの天井、あエアフロー天井がピークエアフロー、はいはい、あそうですね、そうですね、はいはいはい。じゃあいってみましょう。合体。じゃあいきます。じゃあ RDL いきますよ。優勝。これだわ。もう言うことはない。これだわ。これいいわ。温度もいいし。最高なんですけど。これいいわ。まあでもむずいよ。俺はこれが一番好きだけど、これが好きな人もいるだろうし。うん、絶対いますね。今んとこ全外よ。今んとこ全外は正解。今んとこ全外は正解。正解。ね、これドローもいいし温度もいいしね。ちょっと半分いこうか。これ温度が
一応半分にしてもちょっと空気入っちゃうんだね。でもそうですね、それが悪いことかどうかって言ったら、まあ、巻き込むから悪くもなさそうな気もするけど、半分はどうなんだろう。あれ、これもいいかも。何でもうまいんじゃねえかこれ。さては そうなんじゃないですか。だってレビューになってね、何でもうめえとか。これもいい。いやこのさ、ドローが変わると、ドローじゃない、エアフローが変わると、なんだろう、単純に狭くなっていくとかじゃなくて味も変わるし、そうそうそう、その辺がちゃんと面白い。それがいいっすよね。よし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 、ちょっと待って、もう一回これ吸いたい。あの記憶にね、脳裏に焼き付けるから。今んとこ1位、今んとこ俺の中で1位、これが。いやーでも最後の面白いのが待ってますよ。上が塞がってないのが1位だから、今んとこ。このその統計的にこの上がこうちゃんと、まあ、こう塞がってないやつね、丸くないやつ、この変な形してるやつ、この砂時計に。じゃあ最後いってみます。これは？はい、 MTL でございます。なんだこれ、上気にしてなかったけど、上やばいじゃん。また違い形出てきちゃったよ。上より狭くなってる、ね、だいぶ狭いよねこれね。あでも俺知ってる、 MTL ってあのそんな簡単にいかないから。はい、まあこれね、俺はそんなうまくいかないとか言ってたけど、まあ、ハサーだからね。ハサーですか。期待はしてますよ。進化してるからね、毎回ちゃんと。じゃあ行きますよ。ちなみにワット数とか何も変えてないんで。変えない、また変えてない。変えないでいくんですか。さっきはずっと変えてないんで。じゃあ行ってみたいと思いますよ。じゃあまずあの普通にね、 MTL そんなうまくいかないから、 MTL MTL そんな甘くないよ。 30W の MTL。 あ、めっちゃドロー変わるよ。何これ。ちょっと待って待って、熱いぞ。そりゃ熱いですよ。多分熱いぞ。一口目だから分かんないけど、これドロー落としたもん。あのワット数落とした。 30W 一気に重くなった。一気に重くなったよ。めっちゃ重いっすよ。急に重いんだ、こんなに。ちょうどいい。なんかさ、純正 DL、RDL、MTL よ。うまいね。うまいわ。でしょ？うまい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 。はあ。やばいかも。これね、この感じの MTL を、ね、うん、あの RDA で味わったことなかったんですよ。確かに新しいな、これちょっと。こうね、なんかリキッドの膜みたいなのが迫ってくる感じがする。なんて言ってたの、ちょっとわかんないですね。わかんないですか。膜膜波じゃないですか、どっちかというと。な、波じゃないんで。世界観出ちゃうから。波じゃないっすよ。俺たちのいつもの変な世界観出ちゃうから、これライブでしか出しちゃいけないんだよ、あれは。変なやつだったと思われるから。ちょっとじゃあ半分にしていってみたいと思います。半分にしたらもっと重くなるってことだよね、一応ね。マリカ、これはこれでいい。30W、まあ、そこに 25W にしたけど、だったら確かにこれ RDL が一番好きかも俺。ということで、一旦 RDL に戻します。RDL に戻して、あ、これあれだね、コットンワークもなんかすごい綺麗に見えていいね、このアトマイザー。あー、ちょっと待って、ちょっと変なやつられた。よしよしよし。で、俺はね、この専用ドリップチップって、これ見た感じ、これね、そこがそのテーパーとかが取られたらそのまま直なわけよ。こうぴったりじゃん、だから言ったらこうやって、はいはい、こういうことでしょ、はいはい、
こうなるってことですよ、で言ったら。で、こっちはどうなの？あ、こっちはね、ドリップチップに合わされるようになってる。ってことは、これあれば味変わるっすよ、かなり。これ結構使ってます？そうっすね。なんかいいドリじゃないかな。なんか、これでいこう。おお。これちょっと行ってみますか。パティの純正のドリチがそこにあったから、長いやつちょっと一旦長いやつ入れてみようか。あれ、これさ、こういうことできる。おおおお、あ、細いドリチ、こういうこともできちゃうわけだ。そうなってくると、これ細いドリチだと、やばい、こうドリチをこう、なんていうのかな、よこうちょっとドリチの中をこう切ってこう出してあげるというかしたり、ちょっとこう浅めに入れたりとかもできるわけだ、このドリチだと。試してみようか。面白いね。ショートしないかな。まあまあ下まで入れたらコイル当たるけど、浅めで今ちょっとつけてみて。あれ、ちょっと待って。え、味は一番濃いぞ。何ですか。長いのも意外といける。さてはこの後までさ、もういやすげえ、うまいよね。うまい、うまい、うまい、うまい。え？フィッシュアイも転がってるからフィッシュアイもつけてみようか。MTL より、フィッシュアイもちょっとつけてみよう。目先にあるドリッチ片っ端がつけてみるっていうね。これだとほら、手、あの下テーパー取られてるじゃない。はいはい。これちょっと下がね、こうテーパー取られてるタイプのドリッチだと、あの今までのと違ってテーパーが取られた味になるってことね。まあ見た目はちょっと置いといて。味変わるね。味はでもさっきの棒のやつの方が濃い。やっぱジャッと上がるからだと思うけど、まあ、急にテーパーつくと滑らかになる。やっぱこの510で遊べる感じのこれアドバイザーじゃない。実はめっちゃ素だ。うまい。うまい、うまい、うまい。だからこれ510のコネクタで結構510で遊ぶのも面白いかもしれないですね。そうっすね。なんか多分わかんないけど、これ今も長くベープをやった感覚でいくと、あの MTL の最後のこのアダプターあるじゃないですか。これ、はい、なんだ、インシュレーター、インサートっていうのかな。だったら俺510のやつつけて、なんかドリチも変えた方がいいと思う。これなんかちょっと内径も広すぎるし、ねえ、ちょっと広すぎるよねこれ。何ミリぐらいのこれ。4,5 ミリあるでしょこれ。内径も広すぎる。これ510とこの MTL のこう組み合わせが結構面白いかもね。まあ、それこそ DL とかでももちろんやった方がいいと思うんだけど。510遊びが結構できるね。純正がやっぱりこのもう完全にぶった切っちゃってるから、これで遊べるっていうのもあるね。うん、面白い。いいですね。いいですね。ということで、いろいろ使ってみた検証結果というんですか、検証の結果、結果まあ全部うまい。全部うまい。結構万能だったっていうね。で、オプションはあの、これあの売ってるからとかじゃないですよ。これ実際あのこのアトマイザー欲しいって思ってる人は結構オプション揃えた方がいいかも。うん、オプションはね、これあった方が面白いわ。単品でも全然楽しめるけど、なんかこういうのって大体なんか後からオプション買えなくない？買えないです。いつもそういうことしてくるよね。なんか510だけでもいいかもね。510はせめてなんかあったら面白いかもね。いろいろ変えれるから、中のこのこう上がりっていうか、こういうなんていうの、こういうのね、変えられるから面白いかも。ということで、これはじゃあとりあえず RDA にして純正のドリチをつけておきましょう。おい、いやー、なんかいいね、このアトマイザー。いや、足の出方が独特なんですよね。黒つけちゃう、これ。かっけー、かっこよくね。まだ、まだね、届いてないのよ。はいはいはい、濃くない、ほらサテンリングですよ、ここに。はい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 、かっこいいよサテンリング。サテンリングいいね。俺そういうの好きですよ、結構。まあ、ツートンの方が好きだけどね、言うて言うて言うてね、言うてツートンの方が好きだけど。ダメダメダメ。え、ない方が好きかも。これだった、このモッドだったら。確かに。いやー、いいね。
それね、遊べるアトマイザーが好き、やっぱりこうやって、うん、結局いいですよ、まあ、ということで、まあ、こんだけやった検証結果は、まあ、こいつはいいやつだと。いいやつですよ、うん、引き出しが多いですね、うん、かなり多い、まあ、リキッド作ってる人からするとやっぱりなんかこういうアトマイザーの方がいろいろ楽しめていいんじゃないですか。うん、ちょっとツボにはまりそうなんですけど、はまってるでしょ、すべて。確かに、まあ、俺もちょっとこれ届いたらちょっと楽しみだな。これはね、好きですよ。好き出ました。あんまドリッパー俺使わないんだけどね。使わないですね。使うとしたらデュアルでバーンみたいな、バーンみたいなやつばっかしか使わないですね。なんかちょっと最近なんか適度なドリッパー欲しいなと思って、前回レガシー V2 買おうと思ったら、あの、俺これ買おうかなって言ってたら、お客さんが最後に、俺それ買っていいみたいな。おはい、みたいな。悲しいっつって。複雑なんだよね。ちょっとしか入ってこない。複雑。すごい。だ今回はね、これちょっと、売る前に買っちゃおうかなと思って。いいね。まあ、こんだけ遊べて、ちょっとね、山口さんもいろいろやってくれたんで、ちょっと俺も使っちゃおうかな。あ、でも、お店の人が2号あるの、ちょっと、よくないっちゃよくないね。なんか交換する。回す なんか回すなんかこう、他のものとこう交換して。まあ、そんな感じで、まあ、初めてのね、はい、2人レビューということで、まあ、山口さんはね、なんか結構緊張してましたけど、どうですか、やってみて。いや、ちょっと緊張しすぎてあんまり喋れなかったし、画面も見れなかったので、まあまあまあ、でも結構でも喋れてたんですよね。まあまあまあ、そうっすか。うん、もう思ったよりは思ったよりは初めてってなって、でもライブとかやってるし、まあね、まあやってますけど、配信とかやってますけど、やっぱり動画ってなるとちょっと難しいですね。まあでもまあ本職はやっぱりリキッドの方なんで、そうやっぱり、はい、やっぱこの調香師の人がやるレビューとかっていうのは、またなんか俺とかとかとこう、俺はなんかどっちかというと工業的なもの的な見方をしてしまうんですごく。だからこうなんか味とかそういう目に見えないもの、はい、見方のね、あのレビューとかもこれからしていってもらえたら面白いななって思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ締めて。初動画でしたが、いろいろ失礼いたしました。ちょっと飛んだ、飛んだって喋ること決めてたの、逆に。 SNS の、フォローとか、チャンネル登録、まあ、もしこの動画がいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんとなんかぽいこと言いましたね。ぽいこと言いました。締めろって言ったら。ということで、はい、ではまた。じゃあまた。最後もグダグダよ。グダグダ。バイバイ。